花巻市中心市街地周辺の空中写真。市街地の東に北上川が流れる。1976年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。花巻市は岩手県の中西部に位置する市である。市の西部に観光地として花巻温泉郷を要する。 宮沢県自生誕の地であり、岩手県の名物である、ワンコそば発祥の地でもある。花巻市は人口約9万5千人を要しており、岩手県内では、森岡市、奥州市、一の関市に次いで人口が多い市である。県岸広域振興県に位置し、双子都市の北上市と共に、北上都市圏を形成している。市内には、 岩手県内唯一の花巻空港を有するとともに、東北新幹線新花巻駅、東北自動車道、東北横断自動車道などの高速交通網が整備されている。地名の花巻はいくつか由来の説があり、中世は豊ヶ崎と呼ばれていた。花の牧という名馬を産する牧場があったことから、北上川が水深く渦をなし、春には花びらが 水上に浮かんで、美しい風景を見せたことから、アイヌ語、パナで、川下に開けた、土地、丹巻の意味で、川が合流する三角州の巻のこと平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、3.68%減の97,702人で、あり、増減率は、県下33市町村中8位。 花巻の水田風景気候は寒冷で太平洋側気候の特色を有し北上盆地にあるため内陸性気候の特色も有する。その地勢から夏季はフェーン現象の影響などで30度を超え近年では猛暑日になることもある。冬季は放射冷却が効きやすく零下20度近くまで下がることもある。近年でも 2006年2月4日にはマイナス18.2度を記録している。雨季は合併前の旧、花巻市のデータ。石鳥屋総合支所郵便局館郵便局花巻、空港花巻駅新花巻駅高速自動車、国道一般国道県道主要地報道、一般県道道の駅ラス知人協会の建物、同心家屋清水寺花巻歴史民族資料館、高村山荘。 ありがとうございます。